いや、皆さんですね。もう、ポケ画面ね。 もう最近、退院したばっかりなんですけど、胆応の適ス手術をして、僕が退院した後に、僕、ダディグループに所属してるんですけど、僕が退院した後に、まあチョコレートメンバーのフェニクロってやつがね、まあコロナウイルスかかってたんですよ。まあ検査したら陽性反応が出たと。で、僕、そいつが陽性反応出る前に会ってるんですよね。退院した日に、仕事で打ち合わせがしないといけなくて。今日いかんせんですね。濃厚接触者ではあるから、検査しようとした日に、全然体調悪くなかったのに、急に、喉がイガイガしてきて、大将イガだけだったの。喉痛いなぐらい。 別になんもなんかしんどいなーとか、やばいなーとか、そういうのはなかったんですよ。いざ検査、11時10分に検査する日だったんだけど、検査行こうとした瞬間に、ちょっと体がね、だるい感じが出てきて、うわ、えぐーと思って。で、案の定、検査したんです。で、即日で出る病院だったから、まあ、先ほどね、検査結果待ってたら、はい、こちら隠してるんですけど、清水海様。まあ、僕、本名清水海なんですけど、新型コロナウイルス PCR 検査陽性ってことで、ね、<laughs> おかしいだろおかしい 僕、退院したばっかですよ。これに関しては、これ2回目っすね。僕、しかも今年。僕6月に1回かかってるんですけど、じゃあ別に誰かが悪いとかじゃないのなんかそのメンバーの、メンバーがコロナウイルスかかったから悪いとか、それ以外に人が悪いとかじゃなくて、今コロナウイルスってさ、もう誰でもかかるものになったじゃないですか。まあ昔から誰でもかかるものなんだけど、避けられるものではないじゃん。 うん。まあなんかやっぱみんな仕事で外出ないといけないし、俺も退院した日すぐ休みやと話したけど、やっぱどうしても仕事行かないといけない日だったから、退院してすぐ仕事行ったし。まあそんぐらいみんなね、やっぱきつきつで生活してる以上ね、まあ絶対避けられないものではあるっていうのは自覚してたんで、別に誰かが悪いとこじゃないですけど、一言言いたいのが、不幸すぎるだろ。せめてさ、退院して、来年にかかるまだわかるよ、来年に。あ、来年かかっちゃったな、コロナって。 まあでもまあ仕方ないな。わかるよ。お前退院してお前まだ1週間経ってないよ。1週間経ってない。僕12月2日に退院したんで僕3日ですよ。なんで退院して3日後にコロナになってんだよ俺。おかしいだろ。まあでも、体調は全然悪くないんすよ。あの、ちょっとだるいなって。ね、熱も37度一ばあったんだけど。いや、でもこれ、奇跡的な話があって、みんな。あの、僕退院するときに鎮痛剤としてお薬もらってたんです。カロナールっていう。うん。なんかそのお薬が、 痛み止めプラス、下熱剤の薬だったの。で、僕、そう。下熱剤なの分からなくて。退院した後飲まないといけないなと思ったから、ご飯食べてた後に、毎日、飲んでたんです。一粒。悪ん強いよね。だから37度で収まったんだろうね。飲んでなかったらもっと出てた可能性は、ありますよ。飲んでて、まあ体調全然悪くない。もう動けるし。全然、喉ちょっと痛いけど、 ガガンガン喋れるしプラス歌ってみても録音できるんすよ。近々あのかわいくてごめんで出るんですけど元気だから、まあ、元気な限りは配信したり動画投稿続けますけどいやおかしいよこれはもうまあ、とりあえずコロナにかかったって報告ですあでも全然現状元気なんでつ、まあ、辛くなったらちょっと休むかもしれないですけどうんまあ、今んところ全然うははい大丈夫っす。 タイトル多分あのもう僕は終わりですダメですってこういうタイトルにするからちょっと元気ないこうケーサ,サムネサムネをちょっとごめんね <laughs>